その難関を突破して今場所十両に上がりました若東ですが、しかしその突破するのも難しければ、またその地位を保つのも難しい関取の地位で1勝9敗と、新十両すでに負け越しが決まっています。対戦相手は千斗龍です。千斗龍3勝7敗とこちらも後がありません。若東はそうですね、初日勝った後9連敗で、中田さん見てますと得意の食い下がる形になかなかなれません。そうですね、面白い、なんていうんですか、面白いとも失礼ですけど、こう勝っていけば人気出るそうな感じなんですけどね、はい、そして対戦相手の千斗龍の方は昨日琴寛勇を突き出しに破って3勝目、連敗をようやく5で止めました。立ち合いはいいんだけれども、その後の相撲の流れが良くないというふうに話をしています。立ち合いの激しい当たりが持ち味の千斗龍が右側、食い下がる形に相手を止めたいのが若東です。立ち合いの変化、はたき込み、千斗龍の勝ち。思い切って突っ込んでいった若東ですが、千斗龍が目の前からいなくなってしまいました。千斗龍4勝7敗、若東1勝10敗、負けが2桁になってしまいました。叩き込んで千斗龍の勝ち。低すぎましたかね、どうでしょう。まあ立ち合いがね、千斗龍が強いというイメージがあるもんで、若東も思い切りいったんですけどね、まあ千斗龍が相手をよく見たんですかね、はい。千斗龍が4勝目を挙げました。さあ今日の十両のここまで